はい、どうも枝豆増量中です。よろしくお願いします。またも久しぶりの動画投稿ということになってしまったのかもしれませんが、今回はですね、ちょっと前々から気になっていたといいますか、皆さんも知ってるかもしれませんけど、話題になっていたホラーゲームをプレイしたいなと思うんで、早速タイトルをご紹介しましょう。今回私がプレイいたしますゲームはこちら。これご存知でしょうかね、このゲーム。これがね、散歩というゲームでして、非常にこれ話題になってたんですよね。ツイッターとかでももう話題になりまして、これまあ一応フリーゲームということで今プレイできるんですけれども、これがどんどんブラッシュアップされていくのかななんていう話が出ている、非常に興味深い、ホラーゲームなんですね。ましてやこのホラーゲームですね、ちょっとなんか日本のこう写真みたいなものをうまく利用してというか、ちょっと画質を荒くすることによって、なんか普通にあるそこら辺の日本の景色にもかかわらず、何かそれが怖く見えるという、ね、新しい体験させてくれるみたいなんで、早速、散歩していきたいなというふうに思います。では始めてまいりましょう。だいぶ気取ってるやん。これもう始まってる？あ、始まってる。うわ、見てほらこれ、ここがガキ？ガキです。ガキ動かしてます、今僕。うわ、なんかもうこの時点で、これ、普通、タイトルね、タイトル始まりましたね。止まれって書いてますけども。だから日本のどっかにある多分風景を元にして、これなんかここ虫のね、びっくりした。なぁ。まあこれなんですよ。面白いでしょ？なんか初代バイオハザードみたいな感じっていうか、走ることもできる、ほら。走ることも、できるわ、なんか。おー、すごい、見て。一切腕の振りを使わへん走り方、これ。君顔見える？なんか。なんていうの？名前や、これ。めっちゃものすごい短い、ほら、ネクタイしてるわ。見てごらん、ほら。ものすごい短いネクタイにしてる。時計で言うと6時みたいな。こっち、うおっ！このカラス、ほら。カラスまた、いやー、言うんちゃう？これ。カラス、いやー、言うわ、ほら。ほら。学研教室の CM の時のチョレイぐらい顔でかいの方で。こんなこと、これ、チャリンコどうすんのこれ。これ、どないして出すのこれ。だいぶウィリー決めてるけど、これ、他になんかあれはないねんな。動くのと走ることしかできません。ジャンプは特にできないってことで、調べるってこともないのかな。こっちは？こっち行けへんのこれ。うっ！うっ！ねえ！ねえ、ねえ、ねえ！赤ちゃん、BGM や！ BGM クソうるさい！ちょ、一回戻れへんこれ。一回戻りたいんですけど。あかん、戻れません、戻れへんなりました。こっちか。あごなんかチロチロしてるで、ほら、あれ見てこれ。なんか歩いてきた、見て顔出してみたら歩いてきたんですけど、やめてください。あれ自分邪魔すぎる。逃げてやって。あ、逃げてって書いてる、逃げてって書いてるわ。逃げたら帰っちゃう、これ。これはこのチロチロはこれピックアップして。100円取った、ほら。よかった、駄菓子買いけるよ、ほんな。ほんな、隠れなあかんちゃう、ここ、ほら。ほら、隠れた。めっちゃでかないってか、この、車。見て。めっちゃでかいよな。これ、2階建て？この建物、ほら。隠れてるやん、けどな。逃げて。なんかめっちゃうるさいんだけど。あかん、もうめっちゃうるさい。違う、やっぱそっからや。もう分からへん、なんかもう BGM がもうすごい俺を泡立てんねんって、ほんま。俺の気持ちを泡立てるんよ。あ、こっち来てるやん、ほんで、なんか。こっち来てへん？俺の方に来てるんやけど。回ったわ。よっしゃ、今のうちにこっち行こう、ほら。ガキ。これは？これ、あ、わかった。その真ん中なんか白いの落ちたら気になるけどな。白いの真ん中の落ちたら気になるけど。なんか魚落ちてきた。何、音が、ない、わからん、200円、ない、これは、こいつなんとかできひん、これ、助けたい、
おすごいすごい、ライドンタイム、ほらライドンタイム、ほら一回出よう、一回出てこっち行けるよ。あ、こっち行けへん。これなんかやっぱ拾わなあかん。これ100円玉ちゃう、これもうちょっとここにある。これ100円玉な気すんねんけど、これピックアップできる。あ、これピックアップできひんって。これこっち戻れへんの、これこっち戻りたいねんけど、あかん、こっち戻れへんから。またあいつ、ほんだ、え、これ左から来てたやんな、まだ来てたら隠れろって言うよね。あ、なに、どこ、あ、このとこにいる。このとこいます、見えます、皆さん、これ画面見えます。もう100円見つけたらあかんから、もう100円。あ、なに、隠れろって、隠れようがないやん、そのどっから来んの。あ、C でしゃがめる、 C でしゃがめるわ、みんな。うわ、うまい、俺しゃがんでる、大丈夫だよ。うわ、あ、揺れてる、うわ、揺れてる、うわ、うわ、うわ、揺れてる、うわ、揺れてる、うわ、揺れてる、うわ、うわ、うわ、だいぶ決まってる、あ、これだいぶ決まってる、うん、線香花火だって、C。ごめん、一回音下げへん。どう？めっちゃもうほんまに耳、うわー言うてくんねんね。お前言われたことある？逆に。俺が今言うてよ。お前両耳から。え？それはあなたの足音は聞こえます。静かに動いてください。あ、なるほど。早く言ってよ。散歩って言うからね、こっちもありゃったとこあったけど、任してほんなら。意外と面白いね。でもやっぱこの視点でみんな面白い、自分の主観視点じゃなくてっていう。あ、いやね、こう来たね。こうカラス鳴くんやろ、これ。これヘラクレスオオカブトかなんか思ったけど、これ。ああやろ。これだからこんな C でしゃがめたんよ。しゃがむっていうかもう、土下座みたいになってるけど、これ。これで、ここ。おお、すごいね、これ。岩場で騒がに捕まえる時みたいな歩き方するやん。いいね、人類としていいわ。その左手が特に良くない、これ。すいません、前通りますみたいな、このすいません、前通りますよの、これいいわ。これで歩かなあかんってことやな。はいはいはい。ほんなんかこう、なんか分からんけど、ワンツーパンチを繰り出しそうな、このワンツーパンチを繰り出しそうなダッシュこれこっち右行ってみひん、これ。こっち右行ってんの、あ、行けへんのか右、これワンツーパンチ。あら、見てこれ顔、ほら、ちょっと綾瀬はるかにの、ほら、彼女、ほら見て顔だけ、ほらちゃんとできてるわ。これ他は意外とこう近くで見たらポリゴンやねんけど、遠くから見たら結構あれやねんな、リアルに見えるもんだよね、これ。目の不思議というか、なんか他に行動はできひんのかな。あ、来てもうた。これでまず光ってる上の100円玉ゲットして、でもう早速下の方に行こう。出てくるやろこれ。あかん、来てる。とにかくこのもうミニバンがめっちゃでかいんだよ。ビッグバンなんだよ。すごいビッグバン。うわ、もうまた向こう行ったんやけど、ほんとに。ビッグサーフの声だか知らんけど。歩くたんびに、わーって言ってたよね、あいつ。絶対自律神経行ってしもてるわ。もういいって。じゃあ逆行ってほしいねんけどな、あいつには。こっち行ってみよう。あ、来た。これ抜き足差し足で、一回抜き足差し足でこっち行って、あれ手前からまたやってきたら奥に逃げよう。もうその奥に逃げるときは走って逃げよう。うわー言うたやろ。おい、かかってこいよ、ほら雑魚この野郎、ほら。うわー、なんか光線止まっちゃうか。うわー、光線止まるかもしれん。うわー言うてるよ、ほら、なんか。よし。これでいいやろ。これで一回隠れといて、ほんであいつがもしもうこっちにバレてるっていう感じで来るんならば、バンの方行くわ。また。あ、来た、ほら来たね。クイック逃げて、ハイが隠れてやな。クイック逃げて、早く逃げて。見てはいけない。20DC。見てはいけない。完全にバレてる。うわ。うわ。
ちゃうか、うん、分からん分からん分からん、えー、どうしたらいいか分からん、いけ、行こうか、行こう、うん、あ、これ上行ったんちゃう、あ、これ上行ったかもしれん、うわ、最悪の方角じゃん、うわ、あかん、最悪の方角や、うわ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 うあいつがこの下の方に行っちゃうからそれが厄介なのな。これ下の方に行っちゃうっていうのがお決まりのパターンだとするならば左側に行くのが普通やねんけど、左側に行ったって100円玉なかったでしょ。もしかして俺がちょっと散策見せてんのかな、左側からまたさらに回っていけるみたいなことあんのかな。この家は、この家も何もないよな。もう一回ちょっと細かくチェックしてみようか。この魚は拾えへんみたいなんやけど、200円で鍵が買えんのかあれ多分っていうことやな。200円のとこだけ光ってて鍵ないよこれ。ほら、 あと100円どっかに必要で、こう左側行けたりとかする。あ、左側行けそうにないね。っていうことはやっぱこっちや。このこっちであいつをなんとか巻くっていうか、あの一本道ではどうしても巻きようがないと思うから、ここでなんとか巻くしかないよな。来た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 、今左曲がったやろ。あ、もうあかん、もうあー言うてんて、ほらもう、あ、もうだいぶタン絡んでるんよ歌声が。今左曲がって、まだ左の道のだから今手前側にいるから見えへんだけで、道には行ってない、向こうのアパートメントの方には行っていない。徐々に徐々に、あいつの視界に入らへんかったらいいってことだよ。俺ならの視界に入っててもいいってことやから、これちょっとごめんで、なるか、あか、もうあか、走るわ、もう走るわ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、 OK、 初めて未開のこの先に行けそうで、ここで絶対に100円玉が出てくるから、100円玉が出てきた、100円玉が出てきたで、また見えへんのよ、隠れろっていう時点隠れてるんよ、こっちが。あかん、うわー、もう、いいぞーって言うてる、うわー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 戻らなあかんけど、こう、ちょ、先見てみたいね、先見てみたいね、ガキ行って、うん、なんか奥行けた、奥行けた、これここや、これ、瓶ある、この瓶も持てんの、これこれ瓶持てへんねや、こう隠れろって感じやな。ここでこう負けみたいな感じせえへん。この椅子は、この椅子はなんもないんか。これ多分こっち行くとかじゃないやろ、じゃなくて、だからこう、ちょ、戻ってきてほしい。あ、ほら来ました、これこれも。でもあるんやろね、こういう一角が。ただここがオブジェクト化されているため、なんかオブジェクトなんだ、ここ違う、ここで多分負けってことやと思うんだよな。ここで、うわ、これ至難の技やな。どっから来るか、あいつの可動域が多分増えてるはずやねん、これ奥行ったら来るとか違う。これ右側からなんか食パン加えてみたことちゃう、これどう、それでいて、騒がりでいて、騒がりでちょっと前失礼しますみたいな、ちょっと前失礼します。あ、こっち行けへんわ、なるほど。もうだからこれで終わりや。一応体験版みたいなものなので、100円玉手に入れ、2枚手に入れ、あ、来た、あかん、いや、これ絶対、いや、もう、走騒がにすればいいじゃん。これ絶対あいつこう来るから、あいつが来たら、うわ、なんかあかんわ、クルハンになってきた。ここ、これでなんとか負ければ一番ベスト。よし、これいけるんか、歌をいけるか。うわ、最悪や、うわー、うわー
た。これだ、隠れろってことやったんや。隠れろってことやったっぽいな。あれ後ろ取ってじゃにしてはあまりにもタイミングが早すぎたから、それ考えると多分あの壁の後ろにおってよかったんや、ずっとっていう感じすんね。よっしゃ、めっちゃ早い。理論値これで絶対こいつ追いかけてくる、追いかけてくるはずやから、追いかけてくるはずっていうか追いかけられに行った方がいいかな。このステージを見た後にもう一回戻って、ほんであいつがこっちに来るのを確認したい。確認してから引きたい。これでも200円持ってるからもう俺帰ってよくねっていうか、あかん今ちゃ、ある意味チャンスじゃねこれ。これもしあいつがいい品買ったらだいぶチャンスや、だいぶのチャンスや、千載一遇のチャンス。ほら、あ、いい品かも。うわ、えらいとこにいる。これ負けるかな、いけるかも。わ、なんかすごいことが起こってる。わけわからへんとこ歩いてる、あいつが。かなりラッキーかな、ここかなりラッキープレイヤー。え、待って、とどまることなくお送りできるやん。これでこれで鍵を、これ200円ありましたよね、あなた持ってましたよね、200円入れましたよね、200円入れたらこう鍵出てきましたよね、鍵出てきました、鍵取りましたよね、今鍵取りましたよね。よっしゃ、鍵取ったからこれ戻ったらどう、あいつの居場所による。うわ、チェイス、これうわ、チェイスや。やっば、うわ、なんとかなった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 。いや、もう行く、今行くしかない。これで絶対終わりのはず、これで終わりちゃうかな。よっしゃ、来てへん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 。なるほど、最速で行けばよかった。よっしゃ、来た、やっとや。これで、ここの鍵開けたら、画面が見えへん。なんで隠れるの、何から、え、どういうこと、どういうこと、何から、どういうふうに、どういうふうに、分からへん、画面が分からへんね。画面が、うわ、分からへん、分からへん、何、どういうこと、どういうこと、え、何、手前から、うわ、なんか視線が変わってしまうている、視線が変わってしまうているから、うん、え、言えないの。うぅ、何を言うくらいしてるか、今だ分かってへんのに。こんな人の途中の間、なんか右が開けろ、おい、うん、うん、うわ、うわ、近い、うん、いや、頑張れ頑張れ。何この道、ほんでこの道は何、ゴミ置くか。もうこのガレージとか絶対車出られへんなってるやん。全然ガレージへん、ガレージで歩く。おっしゃ逃げたんちゃう。あ、これ前なんちゃう。でもおっしゃ、逃げたこれ追ってこへんもん、もうじゃあねー、ふん。おっしゃ、最下位まだあるんちゃう、これ。まだ追いかけてくる、追いかけてこへん。なんかだいぶ ゆっくりになってる動きが。あ、これで終わりちゃう多分。どうでした皆さん、散歩。今度街中で追いかけられるのはあなたなのかもしれない。まあ、びっくりした、まだあんのかよ、ね、びっくりした。え、うせやん、もう終わりちゃう、今ので。もう終わってたんやけど、動画としては完璧に締めてたんやけどな。エンディングテロップとか入った、うるさい、お前は。おい、家、お家入っていく感じちゃう。ああ、ああ、ここに持ったんか。ただいま、あ、タイプイと書くやって、タイプイと書く、ん、何を、どういうこと、セーブってこと、これ1ってこと、違うな、なんかどっかで書くんか。あ、私を感じられるか。 My voice causing so you finger、 あなたの指先から私の声は響き渡るみたいなこと。 Can you hear me、 聞こえますか。あなたの指先から。 Can you feel me、 聞こえますか、感じますか。私の声はあなたの指先を伝って、そう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 、え、それこれ日本語訳やんな。じゃあ聞こえますかやな、私の声が聞こえるか。ほんだまた次あれやろ、私を感じることができるかやろ、私を感じられるか。いや、ごめん、無理、わからん、感じへん、何でわからん、書いて、タイプイットって、タイプイットって何、タイプイットして、ほんだ
タイプ行ってしてほしい。特にこっち側に行けるってことはないよな。こっち側に行ってもここでなんかするってわけじゃないんで、出りゃいいんかな。これ出てみようよ。はぁ、あ、うわぁうわぁ、なになになに、うわぁ、なに、うわ、深いや。ビジュアルエグないってか、このゲームマジで。こうわずか、今私がプレイした時間ってわずか36分くらいなんですよ。まあそれをカットして皆さんにお送りしてるんで、もっと短くなってると思う。わずかこの36分のビジュアル感エグいな。センスとあとホラーゲームというのを相まらしているので、常にこうハラハラしながら、え、あれ、それはあなたの足音が聞こえます。え、どういうこと。2個目のエンディングとかあんの。2個目のエンディングはええわ。2個目のエンディングっていうのが分からへんんだけど、もしかしてあれ、あの映像を見ないでってことかな。映像を見ないでバージョン行く。あの家に入らないで左行きすぎるとかいうことが可能やったか、はたまた本当のあのなんか主観チェイスの時やって、あの主観チェイスの時にもしかしたら自分が捕まるとかっていうバッドエンディングのことを指してるのかもしんないから、ちょっと一回見てみよう。でもどう思う、今のがグッドエンディングなのかな、それとも今のバッドエンディングなのかな。いやでもバッドエンディングっぽいよな。そう考えたら実は俺らは今はめ込まれてるって感じもするよな。だってあの映像を見てタイプイとか、タイプイとかなんかヒントなんか、じゃあっていうことやんな。待てよ、なるほど、ちょっと待てよ、あこで謎解きってことか。あの部屋の中でなんかしなあかんのちゃうか。タイプイとの謎が全然解けへんまま終わったやんか。俺てっきり今のが正規エンディングであって、で実はもう一個はしょうもないエンディングを俺が伸ばしてるだけ、むしろ俺がうまくいったんじゃないかって今感じてたけど、じゃなくて、なるほどなるほど、ちょっと待って、タイプ言ってやな。じゃあで私を 聞けるかあなたの指先から流れるとかって言ってたから、それが多分莫大なヒントやねん。ほう、おもろなってきたな。なんかこれでこっちに行ったらなんかあるとかある。あ、ないな、やっぱりここや、ごめん、謎はここやわ。全部あなたの指先から感じることができてタイプしなければならないね。何かこれをどこにっていうのがないのよね。特にどこに打ち込むんやろ。で指先からっていうのはどういうことやろ。ここでなんかするっぽい気はすんねんけどな。指先を伝って、マウスしかイメージなくて完全に何か分からへんのかな。もしかしてコントローラーでやらなあかんとか、そういうこと。指先から流れるってさ、そういうことかな。いやでもタイプ1はできひんのよな。そうなってくるとできんのかな。タイプ1は無理よな。どういうこと。一応ね、これこのゲームってプレイステーションを模して作られてるから、はい、皆さん、あれから時間が随分経ったんですけれども、もう答えが分かりました。ググった結果、答えが分かりました。これ実は私かなりいい線ついてたんですよ。当時っていうか、まあちょっとあの時間は経ってるんですけど、その時にすごい近いところまでは行ってたんですが、どうやらそれはまあまあ、これから答えを言いますけれども、ちょっと私の現環境ではどうしようもなかったことだったみたいで、だから私には解きようがない問題ではあったんですが、しかしながらですね、これなかなか面白い発想といいますか、なんといいますか。さあということで、問題のところにやってまいりました。ここで、皆さん答えはお分かりいただけたでしょうか。実はですね、これ中に入っていいみたいなんね。これまず中に入るでしょ。で左側にタイプ E と書く。そしてこの画面に出てきている文字たち、これのほんとそのままだったんですね。私の声はあなたの指先を伝って、まあ、届きますよ。で聞こえますか、感じますかという言葉があるんですが、実はですねこれね、コントローラーを使って、ましてやそのコントローラーが振動タイプに、対応している、振動に対応しているコントローラーを使うことによってですね、この画面の中でモールス信号がコントローラー側に送られていたらしいんですね。
私ちょっとあの自分の現環境で繋いでみてやってみたりはしたんですけれども、なかなかそれがうまくいかなくってですね、私のコントローラーがまあ壊れているとかそういうことあるんかもしれませんけれども、できなかったんですね。そして、ここでですね、そのモールズ信号を読み解くと答えがチャンネル2ということみたいなんですよ。だから CHH みたいな、まあ一回打ってみましょうか。 CHH チャンネル2。こっから俺知らんで。え、ま、何マウス使うの、マウス使うんだけど急に。え、マウスか、え、何だ、何しかも画面マウスが使えるようであんま使えへんねんけど、なんか白い線が出てて、すごいグラフィックがいきなり主観に変わりましたですね。どういうことなんでしょうか。ここは一体どこなんでしょうか。マグマっぽい何かでしょうかね。森なんで、マグマってことはないでしょうけれども、これはなんかこう非常におどろおどろしい水が差し込めているところで、目的地みたいなものがちょっとよくわかりませんけれども、何かここに諸悪の根源があるのか。この白い光が、差している方向に向かえばいいのでしょうか。あ、こっちにはどうやらでも行けないと。海岸線を回っていかなければならないみたいなことなんでしょうかね、これ。最近、あ、これ道繋がってるよ、ほら。これなんか道があの白い光の方に繋がっているようには思えますけれども。なんか水がもしかしてこれ上がってきてる？あ、これ水がもしかして上がってきてるやん。あ、違うわ。俺今これ逃げ延びてんねや、一応。多分そうやと思いますね。これ歩いたら歩いた分だけ水かさが上がってくるのかもしんないけど、ひょっとすると水かさはずっと上がり続けていて溺れ死ぬみたいなことがあるのかもしんないね。だいぶ山頂の方に来たんじゃないかな。ほら、白い光に届きました。さあ、やってきた。これが2つ目のエンディング。まあ、強いて言うならばトゥルーエンドでも言いましょうか。この白い柱に入った時に何かが起こるのかもしれない。お、なんかウォンテッド画面みたいなのがあります。ウォンテッド画面だ。あ、これ階段上がっていく感じ。あ、階段上がっていく感じや。螺旋階段のようにこの柱は入るのではなく上がっていく。さらにこうして水かさを回避していけということなんでしょうか。ん？なんや？うわ！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 非常にラジが開かないこの階段を必死に登っております。ちゃうんよなあ。え、何これ、グッドなん、グッド、これグッドけ。さあ、ということでね、どうでしたでしょうかね。まあ、このゲーム自体はですね、3月の二十何日かにですね、27とか26とかそのあたりだったでしょうかね。これフリーでできるゲームということで、まあ皆さんもこれもちろんできるんですけれどもですね、パソコンでね。ただこのゲームは本当にね、うわぁ、底上がったなというか、まあそこという表現も失礼なのかもしれませんけれど、フリーホラーゲームでこのクオリティっていうのは
非常にこれエグいなと、何よりもやっぱりね、何度も言うとビジュアルが私はねセンスっていうかな、まあ、この散歩という字一つとっても、そしてまたなんかこの角度とかね、こう画面傾いたりしてる角度とか見せ方、映画監督じゃないですけどそういう見せ方とか、ホラーゲームっていう一括りにするにはちょっとアート作品が入ってるんじゃないかなというようなね、何を伝えたいかっていうのは肌で感じてくれみたいなところがあったんじゃないかなと。でまあトゥルーエンドまで一応やりましたけれどもね、何か語られるわけでもなく、皆さんにぜひ感じてほしいというか、この世界観を味わってほしいみたいなね、そういう終わり方しましたよね。まあこれいろいろこうなんていうかな、考察は可能なのかもしれませんけれどもね、ぜひ皆さんもプレイしていただいて細かいところも見ていただければなと。またこの制作されているこうかずみってか、かずみなんですね、かずみゲームススタジオ東京ジャパンって書いてますけど、また作っていただきたいな、こういう感じのというね、本当に楽しいゲームをプレイさせていただきました。本当ありがとうございました。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた違った動画や生放送でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。